皆さんこんにちは。今日のレブちゃん、朝からずっとこんな感じです。コハクくん気になるみたいです。何を考えているのかな。しばらくして見に行ってみると、また同じポーズで待っていました。レブちゃん、ずっと一体何者なんだろう、何なんだろうあの動きは、という感じでずっと見張っているので、まあ琥珀がうちに来て10日も経ちましたので、少し顔合わせしたいと思います。これからはずっと家族だよっていうことで自己紹介させて、徐々に、リビングの方に下ろしていきたいと思います。今日はとりあえず顔合わせということで、しっかり合わせてみたいと思います。早速下に下ろしてきたんですが、もう来て早々から不審な動きばかりして、いたずら好きというか、まあ子犬なのでね、何にでも興味を持って、いろんなもの口にしたりしますので、とにかく私がノーノーと叱る。朝からですね、携帯の充電器も琥珀にやられてしまったので、とにかくずっと見張ってないと悪いことばっかりします。レブちゃん机の下に隠れてしまったのと、マフ君はキャットツリーの上から不審者を見るような目で見ています。初めましてだよ、弟家族だからね、よろしくね。琥珀くん、お兄ちゃんたちによろしくして。ノーノーノー。リビングを歩いたのは初めてなので、いろいろ捜索していますね。とにかくずっと動き回ってるので、猫たちもちょっと疲れてしまっているようです。お兄ちゃんのはダメ。琥珀は猫にはない、わちゃわちゃわちゃっとした動きをするので、やっぱり猫にとってはその動きがすごくびっくりするようで、本当に不審者を見るような目で見つめています。うちの猫2匹はうなったり、シャーって言ったりとか、爪を出したりとか、噛みついたりとかっていうことは絶対にしない、比較的穏やかな猫なので、本当に驚いているんだと思います。ただ私が見ていて、やはり変わらず、爪を出したりとか攻撃したりだとかっていうことはしないので、やはり穏やかなのかなと思って見守っています。シャーっていうのも、本当に近くに来た時に猫の方が驚いて言っているという感じで、犬は全く動じてませんので、これがまたちょっと愉快だなと思って見守ってます。子犬が来たということで、いろんなことをまた新しい生活になりますので、どん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 新しいことにチャレンジしていきたいっていうふうに思っています。なので、まあ犬のしつけについても、一生懸命やりたいなと思ってますし、またドッグダンスというものもあるらしく、せっかくバレエをやっているのだから、この琥珀と一緒にダンスができるまでに成長していきたいと思っています。まずは、お座りだとか伏せだとか待てなどのコマンドを入れて、その後に、徐々に、踊り一緒に楽しめることを始めていきたいと思っています。いつか皆様に琥珀とのパドドゥが見せられるように、一緒にダンス動画もこれから上げていきたいと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いします。これからのドッグトレーニングの動画や、琥珀との、ダンスの練習風景なども載せていきたいと思いますので、どうか皆様応援よろしくお願いします。私も楽しみながらいろんなことを、チャレンジしていきたいと思ってますので、皆様にチャンネル登録していただいて、いいねボタン、高評価押していただけると励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。